いってもよしせよあがしよしよしてめーご覧くださいということでね、大宮公園の二郎に行ってきたので、うん、名所の大宮公園も桜映しちゃったという。なるほど、お隣なんでね、桜始まりで、はい、まあ夕方でしたが、うん、出た頃には夜になっちゃいまして、うん、大宮公園に来てもう2分で、ございますね。こちら、うん、2020年の6月5日にオープンしたですね、うん、今一番新しい二郎なんです。なるほど、はい。でですね、マスターはですね、うん、これ2016年11月これ旧ラーメン二郎大宮店っていうのが、うん、大宮駅の近くにあったんですが、うん、そこのマスターの、ま、弟さんなんですね。そう、旧大宮二郎の店員さんは今あの名古屋でうどん屋さんやってます。うどん、はい、うどん出してますね。いつか行きたいですね。で、基本メニュー小小豚大大豚の4種類と、まあ、持ち帰りの豚が一応ね1500円で売ってるよという、この5つしかありません。食品なんかお札のような、お札のね、これあの三田の総帥です。あ、なるほどね、はい。でもちろん今回は、うん、このねピンク色の大豚、あ、まあ、なんだか桜色になっちゃってね、ちょっと意識しちゃいますけども、こちらです。大豚、野菜に肉、油、辛め、マシマシ全部です。そして、うん、生姜もね一応マシマシにできるんですね。5つ、これすることができます。で豚、うん、これ増したらですね、ちょっと崩れたりしてて、うん、何枚入ってるのか怪しかったんですが、ね、まあ、5、6枚ではないかと。積み重なってますね。そうです。はい。ちょっと、ビッグサンダーマウンテンみたいになってますけど。ビッグサンダーマウンテン。油ゴール、するとね、まあ、油はもちろんなんですけど、うん、ちょっとこれね、肉かすみたいなの入ってるんですよ。これなんと豚じゃないですね。これ肉かすなんですね。はい。おっとっとっと。でですね、こう大宮公園駅じゃなくて、うん、大宮駅で降りて、うん、氷川神社ってところを抜けて二郎に行くルートもあるんです。うん、なるほど。これは埼玉市出身の僕としてはおすすめです。参拝して。はい、そうです。桜を見て、まだ間に合いますからね。うん、続いて豚ですね。豚は目黒や三田本店に近いちょっとほろ豚な感じでした。はい、スープにこうやって浸して食べるとね、非常に美味しいということで、うん、序盤からいろんな食べ方を楽しますよ。多いですからね、やっぱ。そう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 。あ、そしてこちらにね、黒胡椒じゃなくて白胡椒なんですね、うん、これもレアですよ、結構なかなかないですね。塩もうめえ、うん、の力がすげえ、ね、初期ポケモンみたいな。よくわかりました。野菜油ね、こちらはバランスいい豚野菜で、背脂油の他にもですね、うん、豚カスと入ってるんで、なんか幸せな気分になりました。はい、さあスープですね。大宮はですね、貧乳化なんですね、うん、うん。で生姜をコールした場合はですね、うん、初期からずっともう溶け出してるんで、うん、結構ドライなスープになります。ドライな、ドライなスープになります。はい、どんどんいきますね、うん。小250の台は400、うん、小が250っていうのは結構少ないですよ、二郎としては。小でも大体300ぐらいお店もあるんでね。ありますか。うん、でまあややデロなんですけども、うん、なんかあんまデロというよりはバランスいいかなぐらいのデロでしたね、うん。はい、すすりやすい、すすりやすいです。はい、麺の特徴はちょっと中山二郎に、はい、やるね、二郎を食べるよ。ニンニクとね、生姜の位置が丼の反対反対にね盛られるんでね、混ざり合わないように心遣いがあるんで、ね、あ、いいですね、これもいい。で、このニンニクがまた辛ニンニクなんですわ。はあ、あの後半までね混ぜるの取っとくとですね、最終的な一口でちょっととんでもないことになるんで、やっちゃいます、気をつけて、ね、そこは味見ながら、味見ながらやってください。そして返しのシャッパレードは 3.4 というね、そこまで辛くない、結構入れます。はい、かといって入れすぎていいわけじゃないんですよね。あ、そうですかね。僕的にはこうマイルドな、うん、あの口当たりだったんで、あとは発酵由来のちょっとツーンとしたね風味もなかったんで、でもすごく使いやすい返しでした。デコの結婚の結婚、おデコの結婚すごい。あ、そんな出てますか。僕出てます、ね。あ、痩せてるのかな最近じゃ。鬼のような。そっち。まあ白胡椒ね、はいはい、あの黒胡椒よりもマイルドなんでよく入れてください。うん、そして実際ですね、この胡椒をもっと序盤にかけてですね、うん、豚野菜と一緒に食べたら結構美味しかったんじゃないかなと。なね、最初から言ってもそんなに味変にならないんで、うん、気にせず言っちゃってもいいかなと。うん、あとね、うん、女性がめっちゃ多かった。本当に女性の方が多かったの初めてかもしれない、お客さんで。まあ小の250グラムっていう、あ、まあそれもあるね、あるんですかね。はい、
お店の清潔感とか、あとまあ、あの助手さんもね、若い女性の方だったりするんで、こういろいろと配慮が行き渡ってたり、マスターもすごい優しい方なんで、入りやすい二郎じゃないかと思いますね。はい、マシマシレベルは 88.6 でございます。はい、マシマシはカンとしましたが、多分カンです。大宮公園駅前店ということでね、はい、いやだからそのまあ一時期、埼玉県には一軒もなかったんですよ。へー。だからその大宮二郎が閉店した後、川越ができるまでは空白の年があったんだけ ど、今だから越谷、川越、大宮と、なんと3店舗もあるんですね。そうね、埼玉県内には、とですね、はい、やっぱその肉うどん三助さんに行きたい。あ、名古屋の名古屋遠征で、はい、はい、名古屋のうどんね。そう、てか愛知の二郎系一個も行ってないから。はい、南のこの辺は陸続きの場所は長野と静岡までしか行ってないから、今年の目標は、愛知と、あと岐阜、あ、その辺ね、攻める、中部ら辺ね、中部を攻めるっていうのがちょっと目標です。富山も行きたいけど、あ、富山ちょっと遠めに、はい、というのが目標なんで、皆さんもご期待くださいまし、割と近くですね。そうかな。こちらです。はい、you